こんばんみ市村まさきです、昨日とは打って変わってラインセレクター外してボリュームペダル外して今はもう直列というかもう一列にエフェクターを5つ並べてるって感じで、今あのギターはシングルコイルを選ぶとしてノイズ出やすい状況、ノイズが出やすい状況、そこからノイズを減らしていくっていう作戦の話でございますと。でまあまあ今僕が喋ってるからあんまりノイズは聞こえないと思うけど、一応はシャーとは言ってます、シャーとは言ってます。で弾いちゃうと分かんないんですよ。わかんないでしょ。けども一応は弾かないでボリュームだけ上げとくとこんだけはなってます音が。で弦触るのと触らないのでは、弦触ってない、弦触るで弾く。こんな感じ、これ実情だけども、もちろんそのドラムが鳴っててベースが入っててキーボードがとかってバンドで演奏してる分にはもうこんなん聞こえませんよね。このノイズの部分はね、弾いてる間のね。聞こえないですよねっていう。でまあまあそれでボリュームペダルがあって、こう喋る時とか喋る時、まあちょっとしたブレイクの時はボリュームペダルでボリュームゼロにしちゃえばこの状態になりますと。なのではございますが、じゃああえてノイズというものが出るとするならば、ハーフトーンじゃなくて片っぽのリアだけのピックアップに一応しといて、これハーフトーンにするとさ、あ全部出てるね、全部出てるね、周波数の違うノイズが出てるわ。でも触れば消えるから、ね、ハーフトーンで弦触ってればほぼノイズはないのと一緒。ね、ないのと一緒ですよね。でリアにするとちょっとだけノイズはついてきてます。これハーフトーン、これリアの、このリアの状態で弾かずに、僕がこう触ってない状態でこうして立てておいてみたいな話なんだけれども、ちょっとうるせえっちゃうるせえけども、喋る間だけちょっとアンプ切ります。同じボリュームのまんま、ねね、はい、で今この状況を見てください。まあまあエフェクター同士はなるべく短いパッチケーブルでつないではいますけれども、他のこいつにつながってる最初のとことか、あケツのこの辺のコードとか、あと DC ケーブル今わざともみくちゃの和訳者、何も整理整頓しないでこうやって置いてます。そうすると、まあ、単純な話ね、こいつ一本見てもここにこう面積ができるわけですよね。こう長いケーブルを余らした状態でこうやってなんとなくピッてやっとくと、なんかこう触れない方がいいんじゃね、こうやって触れない方がいいんじゃねって気がして、なんかピヨーンとこうダダクサというかポヨーンと置いとくと。で DC ケーブルももうこっちにもあるし、こっちにもあるし、こっちにもあるし、こっちにもあるしと、みたいなことになってるのを、これグランドループっていうんですよ。ここの、まあ、DC ケーブルだけで説明するともうこっちの DC ケーブルとこっちの DC ケーブルでここにこんだけの面積ができちゃう。
その面積ができちゃって、まあまあ中にこうなんていうの、なんか芯が入ってるわけじゃないですか、ね、その芯みたいなやつの物体がね、空間の浮遊ノイズを拾ってくる面積ができちゃうってことです。それをグランドループと言います。なのでその面積はなるべく少なくしましょうっていうことなんですよ。一番わかりやすく言えばこいつ長いんですよ。長すぎ、長すぎ、意識長すぎ、長すぎくん。なのでこいつを、まあ本当はもっと短い方がいいんだけど、よいしょ、ある程度の短いやつに変更します。変更します。で例えば、うん、こいつ踏まないよと、踏むのはこいつとこいつとこいつとこいつの4つしか踏まないよ、こいつ踏まねえよってやつがあるとしたら、そいつはもうこうちょっと奥に行けるもんなら、行けないね、今行けないね俺はこうするのが、こうすると2ついっぺんに踏めるっていう、こういうこのパターンが好きだからボス製品が好きだっていうのもあるんだけど、このマクソン君がな、ちょっとな、まあマクソン君だけあれか、ケーブルを長くするか、ちょっとだけ、ちょっとだけ長くするか、こうしてこいつ、こいつ若干長いから、こいつをこいつにして、あ、これちなみにあのこの間になんとかっていう、な、何やったっけな、なんとかっていうのをつなげて、これは気休めです。本当に効いてんのかどうか知らない、気休めです。こうか、こうして、あ、トーク、あいつだけトークしちゃって、これで2ついっぺんに踏むっていうのが可能だったりとか、こいつ変えたりとか、まあ作戦はあるんだけども、例えばこんな風にしてこいつだけどいてもらうと、とはいえまだもみくちゃですよねっていう、今みたいな作戦もあるよっていう話なだけで、戻します、一回戻します。一応で、まあ見た目の問題は後で考えるとして、でこいつだけ、こいつだけ今こっちのデジタルのエフェクターだけパワーサプライ別にしてるからこっちにあるんだけども、だけどもだけど、もうちょっと綺麗に整頓はするんですよ、後でするんですけど、するんですけど、今ちゃっちゃっちゃと、このパワーサプライくん、よりんこ、この辺に来てもらいます。この辺、この辺に来てちょうだい。ちょっとずれていただきました。で、すげえ、ものすごく難しいです。もう少しく今は、雰囲気で気分の問題だと思ってください。本当は DC ケーブル1本ずつ1本ずつでこれ長さ考えます。でこれをこれハサミで切るか、2本にするか、もうちょっと綺麗にやってくださいね、綺麗にやってくださいね、もうちょっと ねどっちや、こっちか、こカメラ邪魔、カメラ邪魔、こ、わかるよね、言いたいことはわかるよね、こういうこと、こういうことで、でそれでもこいつ長いやんけってのは、本当は切って切って切ってやる、やる、どうする、まあ、今これとりあえずでやってるからな、切った後で後悔するかもしれないけど、まあまあこいつを切って短くするっていう話も前に一応前の動画でしていますっていう風に、これもっとこっちでもいいのか、あんまりパワーサプライが近すぎるのもちょっとあんま好きじゃないっちゃ好きじゃないけど、こうか、こうね、となるとこいつ、こいつもうちょっとこの辺とかね、こうかな、こういう感じかな、うん、これでだいぶ、言わんとしてることは分かりますよね、分かりますよね、和訳ちゃーっていう風に DC ケーブルがあった、そして、パッチケーブルの入り口と出口も2本あった、それを1列に束ねます。さあ
アンプの音を出してみよう。さっきのカメラ位置、さっきのカメラ位置に戻す。それでアンプの電源入れると、どんなんかんなーいって。どうですか、ノイズは減ってるんですか、どうなんですか。あとであれだね、動画編集でこう並べてね聞かせないと分かんないですよね、ちょっとね。で手離せばノイズは出ます。そんなに減ってねえぞ。ボリュームゼロにしたらもう完全にもう何もなってないのと等しいですからね、こっち全部オンなのに。であえてこの状態で今度はオーバードライブを変えてみる。なんとなくですから、これはなんとなくであって、そのどれかの商品がうんぬんかんぬんってことではなくて、なんとなくでこう変えてみるだけ。よいしょ。あえて変えてみまして、同じぐらいの音量になるかどうかね。音ちっちゃい。おかしいもんな。こうやって 18V にしないといけないんだっけ、どう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 だっけ、こいつにしてみよう。正しいもんね。でっけ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 よ。あ、いいんちゃうこれ。ブティックなんとかって言われるやつじゃなくって、これはノアズアークっていうのの緑色の、オーバードライブで、そんなに高くないんですよ、これ安いんですよ。なんだけどもこれ僕の中で一番ボスの OD-1 にかなり近いやつだと僕が思ってる
ブティックじゃないのになかなか使えますせーなやつがこのノアズワークの緑グリーンってやつ。なんかもう一色なんかあってない気がするけどね。じゃあこれだ。今日これになってしまうか、うん、ビヨンドチューブオーバードライブ。あ、ディストーションっていう手もあるな。ディストーションオーバードライブを最大限で使うくらいならディストーションを最小で使うっていう手があるな。その手もあるな。これなんだっけ、アナエコー、少しも寒くないわってやつですね。そうだよな、アナログエコーって少しもこうあの温かみのあるやつだもん ね。どうでもいい。チューブディストーション、チューブディストーション、真空管管、真空管管、真空管管が真空管管、全然違う、すげえなボリュームも大きくなってるよね、これなんかね。あれ？これ、やっぱりこれ最強？ひょっとしてビヨンドチューブディストーションのレベル0でやります。0で弾きます。すっげえボリュームあるじゃん、こいつかな。あ、こいつも0だな。
というわけで昨日のセッティングからするとね、まあボリュームペダルとラインセレクターとこんだけケーブルを減らしました。でその上でまだ完璧ではないけどもある程度 DC ケーブルとパッチケーブルをこうまとめました。今日の最後はこんな感じってことで、こう束ねましたよが分かるように白いやつ使ってます。で音出してみたら結果的に少しノイズが減りましたと。その昨日から今日にかけての間で DC ケーブルとパッチケーブルと2つの機材を減らしたわけですよね。でその時点でねちょっと音量が上がったんですよ。それでそのケーブルをまとめてもちょっとだけ音量が上がったんですよ。で音量が上がるってことは、まあ、それだけまあ余計な配線通らずにアンプに直に音がいってて、でアンプ自体のボリュームが上がったってことは同じ音量にするとしたらちょっと下げられるわけですよね、アンプのボリュームを。ってことはちょっとノイズが減るってことになりますよね。でそのどっちがどっちなのかは分かんないけど、明らかにちょっとだけ、ほんのちょっとだけだけどノイズは減るということがあったのと、あとはディストーションとオーバードライブのそのチョイスというかね、まあまあね、世の中にはオーバードライブとディストーション両方ともあってなんでやねんっていう気がしないでもないわけですけども、その設定のね、設定のこの辺とこの辺みたいなものがあって、でノイズ減らしたいんだったらっていう考えでいくと、なんかのオーバードライブを設置しました、使ってるうちについつい心地いいからオーバードライブっていうのを上げてっちゃうわけですよ。もともとがめちゃめちゃ歪んでるわけじゃないから、ちょっとだんだんこうやって上げてっちゃうわけですよ。でオーバードライブをレベル8とか9とか10で使うくらいだったらディストーションに変えちゃってレベルを1か2ぐらいで使った方がノイズは減るってことですっていうことです、でましてや今結果的に最後の最後には僕あのディストーション入れたのにレベル0で使っている、レベル0なのにあんだけ心地よくオーバードライブの7か8ぐらいの音が出たと、まあ、ちょっとだけこのイコライザーの使い方にも関係はするんだけども、結局なんていうかな、こうパワーのあるエフェクターを使うと結果的に音量がこうガッツンと上がるんですよ、ほんのちょっとだけ。ってことはさっきと同じ音量にするにはちょっとボリューム下げないといけない。でこれ僕動画編集ソフトの編集ソフトで最後だけちょっとボリューム下げてるんですけど、それはパワーのあるエフェクターを使うとボリュームが上がる、だから編集作業として人の耳に聞こえる分に昨日とさっきと同じ音量にするには下げないといけない、下げるとノイズは減るっていう根本的なそういうお話で、途中でちょっとねよくボリュームが分かんなかったやつはあれは別にエフェクターのせいじゃなくて多分つなぎ方の問題だとは思うんだけども、いろいろこうやってエフェクターを変えては出して変えては出してとかやってるとだんだんそのエフェクターのゴールを探している、どれを使うかを決めている最中に音の作り方が上達していくってことなんですよ。それが経験値だからちょっと触って音出してこれ嫌いとか好きとか言ってるもんじゃないっていうね、もう何回でも交換するしっていう、そこはある意味ではマルチエフェクターではなかなか学べなかったりすることがちょっとだけあるんですよと。それは例えば今の例でいけばこのディストーションとイコライザーの順番を変えたりとか、そういうこともやってみる価値がある。でこのイコライザー GE7 ってやつ、こいつについては4日後ぐらいにもう一回撮影し直します。こいつがね昨日僕動画作った時にピンクフロイドのデビッド・ギルモアがボスばっかり使ってるみたいなことをこう流して書いてて、でネット上でデビッド・ギルモアのエフェクターをこう写真で探してたら、ギルモアさんこいつ4個使ってるんでね、で面白いと思って、もう一個買ったんで、もう一個買ったっていうか今のところ2つ持っててでこれ実はこっちが日本製でこっちは台湾製、何が違うんやって話だけども、もう一個そして今購入したんで
明後日あたりにこいつが3つになるんで、3つになったらこいつの動画を撮影しようと思っているところでございます。パワーサプライは2つデジタルだけ分けています。そしてケーブルはとにかく束ねます。そしてオーバードライブを10で使うくらいだったらディストーションを0で使って試してみればいいじゃないっていうような話ということで、よかったらまたチャンネル登録よろしく。